はい、それじゃあね、2ページ開いてください。一応ね、この教科書は、ローマ字ね、ローマ字を使って導入していきます。もちろんね、ローマ字を使って導入するっていうことなんですが、生徒がね、とりあえずひらがなとカタカナはもうやってると、そういう人にはもうローマ字は使わなくて大丈夫です。ひらがなカタカナ使ってやってください。それから、少しずつ漢字を導入してもいいしね、そういう人にはね、少しずつね。ただここではひらがなカタカナも全く知らないでね、日本語に関する知識も全くないっていう人をちょっと想定して、で、そういう英語圏の人をね、全く白紙の状態から教えるっていうことでやっていきます。それで、まずこのローマ字ね、はい、じゃあそこちょっと、あやさん読んでください。どっちを読めばいいか。英語の方ね。英語読むんですか。英語の方ね。はい、はい。However, in this textbook, Roma字 is used, Roma字 is phonetic symbols written with the English alphabet to show how to pronounce Japanese sounds easily and clearly. Therefore, it is a very convenient way for English speaking people to master Japanese composition as quickly as possible. There are 101 sounds in Roma字, which are all the sounds used in Japanese. Japanese sounds consist of 5 vowels, 95 consonant vowels combinations, and the sound and without vowel as a diagram. はい。このダイアグラムというこの表のことね。それがね、まずね、このローマ字音表っていうんですけどね、このローマ字の表ですね。これをね、作っていただいて、で、これに沿って指導していく。作るんですか。そうですね。まずね、このね、母音からいきましょうか。一緒に読みましょう。どうぞ。あ、い、う、え、お。ね、この母音。あとは母音と子音の組み合わせですね。家業だったらどうなりますか。か、き、く、け、こ。それからこちらは、きゃ、きゅ、きょ。この右の3つ、この右側のね、3つ、きゃ、きゅ、きょとかその下のしゃ、しゅ、しょ。こういうのをね、陽音と言います。こういう字書くんですけどね、陽音ね。はい、じゃあ作業いきましょうか。どうぞ。さ、し、す、せ、そ。それから、しゃ、しゅ、しょ。ここでは、ヘボン式ローマ字っていうんですけどね。ヘボン式ローマ字っていうのは、昔の日本式ローマ字とちょっと違いまして、日本式っていうのはこれ、SI って表記してた。それをここでは、SHI って表記する。で、これも昔は SYA って書いてたんですよ。今こういうふうに書く。SYA? 前はね。前はそういうふうに書いてる。それは日本式ローマ字と言います。まあ、教科書によっては、古い教科書はそうなってますけどね。今の教科書は大体このヘボン式が使われている。それから皆さんのパスポートもそうですね。ヘボン式ローマ字を使う。うん、はい、じゃあ、タ行いきましょう。どうぞ。タ、チ、ツ、テ、ト。それから、シャ、チュ、チョ、ね。これも昔は TITU って書いてましたね。うん、こっちも TYA って書いてたんですけどね。うん、はい、じゃあ、ナ行いきましょう。どうぞ。な、に、ぬ、ね、の。それから、にゃ、にゅ、にょ。は行は、は、ひ、ふ、へ、ほ。それから、ひゃ、ひゅ、ひょ。ふもそうですね。昔は HU って書いてました。はい、じゃあ、ま行いきましょう。どうぞ。ま、み、む、ね、も。それから、にゃ、にゅ、にょ。それから、や、ゆ、よですね。ら行は、ら、り、る、れ、ろ。それから、りゃ、りゅ、りょ。それから、わ。ここまでを、声音と言いますね。
濁らない線をね。それからその下どうぞ。がぎぐげご。それからやぎゅよ。これから下がですね、今度は濁音ですね、濁る方ですね。はい、じゃあザ行してどうぞ。ザジズゼゾ。それからジャジュゾ。昔はこれ ZI って書いてたんですけどね、これも ZIA とかっていうふうに表記してました。はい、じゃあダ行どうぞ。ダデドですね。ダジズとは、うん、今はねこれともう大体音が一緒だっていうふうになってますんでね、うん、まあ厳密に言うとちょっと違うんですけどね、違う時もあるんですけど、まあとりあえず、細かいことはいいです、うん、細かいことはね、はい、それからバギョどうぞ。バビグレゴ。それからビャビュビョ。それからパピプペポ。それからビャビュビョですね。これは特に半濁音ということもあります、うん、半濁音、半分濁音というね。それからうんですね、うん、これは、跳ねる音ですね。発音、跳ねる音、このうんですね、跳ねる音、発音と呼ばれてます。ということでこういう表をね、皆さんまずね、1枚、書いておくといいですね。そうするともうずっとこれ使えますからずっと使える。はい、それでは、2枚読んでください。ごめんなさい、2ページの下の方ですね、ノートのところですね、失礼しました。はい、じゃあ次はセブン。はい、Note, recently these syllables below have also come to be used for foreign words。 はい、じゃあこれね、ローマ字読みしましょう。て、あ、シェ、ティ、こういうふうにね、どうぞ。シェ、ティ、トゥ、ファ、フィ、フェ、フォ、ディ、ドゥ、シェ、ジェ。はい、じゃあエグザンプル一緒に見ましょう、どうぞ。パーティー、どうぞ。パーティー、それからソファー、それからチェス。パーティーのティとかソファーのファとかね、これ五十音表の中にない、この表の中にないでしょ。これはね、外来音って言われてるやつで、外国語の影響でできた音ですね。外国語で、外国語が日本語に入ってきて、そのまま日本語の中で使われるようになった音です。こういう音ね、元は外国語ですね、外国語から来た音だと。はい、ということで、それじゃあですね、ちょっと3ページはね、ちょっと見といてください。これローマ字の表記法についてですね、ローマ字の表記法、でちょっと4ページに行きます。4ページに行きまして、プロナンシエーション、発音です、発音それでは、このプロナンシエーションのバウルス、ここから行きましょうか。読んでください、バウルス。はい、じゃああやさんお願いしますね。1番だけですか？1番、はい、とりあえず1番目ね、はい、1番目、vowels. There are five vowels, A, I, U, E, O, which are very easily pronounced, and each has its own clear and crisp sound. うん、まず vowels。 vowels って日本語で何て言いますか？日本語で何て言いますか？母音ですね、母音のことですね。母音っていうのは、これバウルズっていうのはね、結局母音、日本語で母音と言ってますけどね、もともとはこれはね、自然に出てくる音、そういう意味だそうですね。これ自然に出てくる音ね、自然に出てくる音っていうのはね、例えばあー疲れたとかって言うでしょ、自然にこのね喉の奥の方からこう出てくるね、お腹を押さえてなってます、うーとかね、驚いた時はえとかね、そういう音ですよ、そういう音ね。
こういうね、自然に出てくる音っていう意味がある。赤ん坊が最初に覚えるのはね、大体母音なんですね。あとかいとかうとかって言ってるでしょ、うん、あそれが日本語の場合には5つですね、うん、あ、い、う、え、お。もう一度どうぞ。あ、い、う、え、お。それで Each has its own clear。 クリアっていうのは、この場合のクリアっていうのはね、はっきりしてる、明確なっていうね、紛らわしくないっていうんです。英語のアップルなんていうね、えなんて音ないんです。あともえとも取れるようなね、そういう紛らわしい音はない、日本語では。しかもクリスプサウンド、クリスプ、クリスプサウンドっていうのは非常にこう歯切れがいい、歯切れがいいっていうことですね。この5つですね。で、これからね、英語圏の人にこの日本語の母音を教えていくわけなんですが、全体的にね、短く、ね、あまり口を大きく開けないで発音させてください。あ、い、う、え、お。はい、どうぞ。あ、い、う、え、お。そうですね。あ、い、う、え、お。これが英語だとね、そのまま発音させると彼らはね、大体ね、あいうえおう、こんな感じで発音するんですね。だから日本語の母音は英語よりも短く、あまり口を開けないってことですね。ちょっとそれを念頭に置いてね、まずあの特徴からいきましょうか。あ、はい、それでは聖子さん読んでください。 A pronounced a as in father, but it is shorter andCrippled with a smaller opening of the mouth。 まずこのあの音ですね、英語でね、ファーザーって発音するときのあのあーって音ですね、あれにちょっと似てるんですけどね、あんなに大きく口を開けない、日本語のはね、しかももうちょっと短く挟みくるような感じでね、ちょっと顎を下げるような感じで、あ、普通に出してみてください。 あ、こういう音ね。あ、はい、じゃあいもついでに読んでください。Pronounced E as in king, but it is shorter and clipped。 英語の E って音はね、日本語の E とちょっと違う。It って音はある、単語ありますよね、はい、It。 あれはどういう音ですか、 E っていうのは。英語の E はちょうどね、日本語の E と E の中間ぐらいの音なんですよ、あれは。皆さんね、ちょっと人差し指を口に入れてね、E って出してみて。 E、こういう音なんですね。これが英語のイの音です。イ、だから日本語のね、イとエの中間ぐらいの音。そうすると日本語のイ、普通に出してみてください。イ、どちらかというと横に口を引くような感じなんですね、日本語ね。英語のイっていうのはちょっと顎を下げる感じね。イ、イ、はい、じゃあウもどうぞ読んでください。ウ、Pronounced U as input, but it is shorter without rounding the lips. そうですね。この U もそうね、英語の U っていうのはね、ここにある、rounding the lips っていうことは、何ですか、ちょっと唇を丸めて U、ね。でも日本語はどうですか、どういう意味をします U、just small。そのままう、うにならないでしょ。うっそって言いますか。うそ唇を丸めないね。唇を丸めないで、そのままう、ね、う。だからこれだ、これは、視覚的に矯正できますからね。唇を丸めないということですね。はい、じゃあ絵もどうぞ、ついでに。Pronounced A as in pet, but it is shorter and clipped with a smaller opening of the mouth. A もそうですね。英語の A っていうのはね、ちょっと下顎をぐーっと、引くような感じで、A っていうことですね。Pet、ちょっと出してみてください。Pet。でも日本語の A はそこまでね、こうね、下の顎が下がらないですね。普通に A。Pet。はい、じゃあ、おもどうぞ。Pronounced O as in to, but… とうね、とう。とう、とう。
But it is shorter and crisp with less rounding of the lips. In addition, the Japanese vowel O is not diphthong as in English. For example, comb, but a simple vowel. はい、このOの音ですね。日本語のOの音は単音ですね。普通にO。でも英語のOっていうのはOって発音することがあるでしょ。Let's go なんて言うんですね。ここに挙げてあるコウもそうなんですけどね。オウ。オがオウになりがちなんですね。そうするとお元気ですかがどうなんですか。お元気ですか。お元気ですかね。うん。お疲れ様でしたになる。そういうふうにならないようにね。単音です。単音のOです。あいうえお、はいどうぞ。あいうえお。ということで、英語と日本語ではですね、英語と日本語では、英語の方が全体的に母音が長く、口調を大きく発音するということですね。それからもう一つ注意しなきゃいけないのは、英語の場合は二重母音っていうのがありますからね。二重母音っていうのがある。日本語は一音一音全部単音で発音します。で、二重母音の影響がですね、日本語を発音するときに出てくる、こういうことがある。例えば、自分のことなんて言いますか。英語だと私って言うんです。 I って言うでしょ。 I っていうのはこれは一音節ですね、英語ではね。この I っていうのは一音節です。一拍です。一音節っていうのは一拍ね。 I、 こういうふうに発音するでしょ。で、日本語で I っていうときはあ、い、これ二音です。二音節です。あ、いって発音しなきゃいけない。あ、いですね。英語は I でしょ。そうするとね、会いたいっていうのは日本語だったら会いたい、こういうふうに4音節ですね。4拍ね、4拍です。あいた。英語だとこれはどうなる。英語流に発音すると会いたい、会いたいですね。会いたいでしょ。だこういうね、問題があります。英語の二重母音っていうんですけど、この会とか会うとか、いやとかうわとかね、一拍の中に二つ母音が入ってるやつですね。一音節の中にね、そういうのを発音させるときに、日本語とね、英語と混同して発音すること。だからそこは、一拍ずつ、一音ずつ区切ってね、あいたいっていうふうに発音する、まあ、区切るっていうかね、まあ英語の二重母音みたいにならないようにね。はい、それでは、ノート読んでください。一番ですか。はい、お願いします。Long vowels, because each syllable in Japanese has time the length, long vowels are pronounced twice as long as simple vowels. はい、ではエグザンプル読みましょう。どうぞ。幸福。それから小さい。日本語の長音ね、こう伸ばす音っていうのはちょうどね、単音の倍の長さになる。幸福っていう時も幸福ですね、これが3倍とかにならないでしょ、私は幸福ですとかね、私は幸福ですとかね、そういうふうにならない、ちょうど倍の長さになるっていうことです。小さいっていう時もね、小さいですね、これが小さいになったり小さいになったり、ね、そういうことがありますから、伸ばす時はちょうど倍の長さになる。はい、じゃあその下もついでに読んでください。 Words which look similar to other words, but have long vowels have different meanings. はい、ではエグザンプルを一緒に見ましょう。どうぞ。鳥、それから通り、それから主人、それから囚人、伸ばす場合と伸ばさない場合で意味が変わるってことですね、この母音ね。鳥と通り、違うでしょ。雪と勇気、おじさんがどうなりますか。おじいさん、おばさん、
おばあさん。主人。囚人。ね、主人が囚人になりますからね。そこ注意しなきゃいけない。はい、それでは2番いきましょうか。ボイスレスバーバルス、イ・アンド・ウっていうところですね。はい、じゃあ次は、聖子さんね。ボイスレスボールズ、I and U。E and U。あ、すみません。E and, e and U。When E and U come between or after voiceless consonants such as そのまま読んでいいですよ。K S S H T T S C H H F B They are pronounced weakly。では、エグザンプルを一緒に読みましょう。どうぞ。月、それから、です。それから、秘書。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 いとうですね。このね、母音のいとうを教えるときにちょっと注意しなきゃいけないんですね。が、その前にね、まず皆さん、この音の、全般的な知識をこれね、頭に入れておいてくださいね。音には有声音ね、有声音とそれから無声音というのが、有声音と無声音ね、有声音と無声音があります。で、有声音というのはですね、有声音というのは、母音ですね。一つは母音ね。母音のことを英語で何て言いましたっけ？バウルですね。それからもう一つ、有声子音っていうのがある。これをですね、英語で voiced consonants と言います。有声子音ね。それから無声音っていうのは、これはもう無声子音だけです。無声子音ね。無声子音のことを、これをボイスレスコンソナンツですね。ボイスレスコンソナンツ、有声子音と無声子音ね。有声子音と無声子音で、このね、声っていうのは何かというと、これは声帯のことね。声帯、ここに声帯っていうのがある。で、声帯を使うか使わないかっていうことですね。有声音と無声音っていうのはね、声帯を使うか使わないか。で、母音は全部声帯を使います。母音は全部声帯を使う。ちょっと喉に、手を当ててみてください。あいうえをちょっと出してみてください。あいうえを響くでしょ。あるいはね、手のひらを頭の上にちょっと、乗せてあいうえを出してみてください。あいうえを響くの分かりますか？うん、少し、うん、で、子音の中には声帯を使うやつと使わないやつがある。例えば G ね、 G に対して K の音ね。例えばグって出してみてください。グ、ちょっと手のひらを上に乗せて、グ、今度はクって出してみてください。響く方が有声子音、響かない方が無声子音ですね。それから Z に対してですね、ズって出してみてください。ズ、もう一度ね、手のひらを頭の上に乗せて、はい、ズ、ズ、ズ、スって出してみてください。響く方が有声子音で、響かない方が無声子音ね。そこまでいいですか？それでね、例えばですよ、私はすき焼きが好きです。私はすき焼きが好きです。はい、ちょっと読んでください。どうぞ。私はすき焼きが好きです。ね、すき焼きが好きです。あまり意識してないんですけど、実はね、このね、いとこのうなんですけどね、ほとんど発音してないんです。私、私って言うんですか？私は好き焼き、
すき焼きが好きです。最後の酢なんてね、ほとんど「う」は入ってません、入ってません。好きですとは言わないでしょ、好きです、好きです。でこういうふうに表記すると生徒がですね、あの先生最後の「う」破損してませんよって言うんですね。でそれはどういうことかというと、今やったこのね、無声シーンと関係があるんですね。母音の意と、あ、母音の意とうがですね、こういうふうに無声シーンね、さっきの K とか S とか、SH とかね、あの無声シーンにこういうふうに先行されたり、あるいは挟まれたりすると非常に弱く発音するんですね。非常に弱く、あの発音するっていうか弱くなる。これを母音の無声化とか弱音化って言うんですけどね。これ母音を入れ、あの仮にね、母音を入れて発音するとするでしょ。そうすると私はすき焼きが好きですってこういうふうになる。すき焼きが好きですって言いますか。なんて言います。好きです。好きです、ね、ほとんどね、私いや、ほとんど発音してない、すき焼きほとんど発音してないでしょ。いいと思うね。好きです、最後の部分が発音してないですよ。でそれがこの無声シーンと関係がある。ただこれはね、日本では地方によって若干ね、無声化がされないところもある。あんまりされないね。関西方面っていうのはあんまりしないんですね。関西の方はね、好きです、好きです、好きです。関西の人は関西ですって言うんですね。京都が、まあ、そうかな、そこに出てるの、うん、関西方面ね、うん、一応関西人ですけど、なんかよくわかんないあのその傾向が強い、関西の方がね、関東に比べるとね、まあだから、若干ね、そういう、地方によってもね、違うんですけど、まあもし質問された時はそういうことね、この無声シーンに挟まれたり先行されたりすると意と「う」が弱く発音されるっていうことですね。例えばそのすき焼きの A は、すきや、これは発音しますよね、うん、あ、そっか、全部ではないということなんですね。意と「う」ですね。意と「う」、あ、意と「う」、意と「う」ですね、主に、ね、意と「う」それでは、4番いきましょうか。セミファーオーワイっていうことですね。次は、はい、あやさんですね。4番、どこ、はい、あ、ごめんなさい、4ページの2番でした。失礼しました。セミファーオーズ、ワイ。The Japanese Y sounds is pronounced like a shorter, quick, shorter, quicker and softer Japanese. イ。イ。And why the okay ですか、はい、why is followed only by the vowels a, u, o. When y comes between a consonant and the vowels, the three are uttered as one single syllable. うん、そうしたの、どうぞ。Compare the following pairs. はい、じゃあ読みましょう。今日、起用、こういうふうにどうぞ。今日、起用、それから病院、美容院、それから百、飛躍。まずこの英語の Y の音からいきましょうかね。 Y ね、例えば耳のことなんて言いますか、英語で。Ear。 Ear って言うでしょ。年は Age。 あるいは Ear。 Ear ね、Ear。 耳の Ear と年の Ear ってどこが違うんですかね。 Ear、Ears、英語の Y の音っていうのはね、発音記号であれ J って書くんですね。J って書きます。ちょっとね、J の音に近い。こう下をね、こう、持ち上げて突き出すような感じで、Ear って出してみてください。Ear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  ってことですね。Ear。Ear。Ear。こういう音ね、Ear。耳はイヤーですよ。イヤー。口をね、こう広、あの横に広げるような感じで、イヤー。イヤー。年はイヤーですね。イヤー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 。
あれ発音記号ではね J って書くんですけどね、そのね Year っていう音で京都って発音してみてください。どうなります？京都 Year の音ですか？イの音でね、京都になるんですよ。京都。こういう英語聞いたことないですか？うん、I went to Kyoto。聞いたことあります。Kyoto になっちゃうんですね。Kyoto。どうしてもね、あの英語流にこのヤ行の音を発音すると、このY、あの英語の Y で発音するので、そういう音になる。京子さんっていうのが、Kyoko になるんですよ。Kyoko ね。だからこれはちょっとね、教えるとき注意しないと。日本語の Y の音っていうのは、Y っていうか、まあ、日本語のヤ行の音ね。日本語のヤ行の音っていうのは英語の Y の音とちょっと違う。むしろ、母音のイに近い音ですね。イをちょっと弱く早く発音したような音です。そうすると後ろの、例えばですね、ヤの音だったら小さいイにですね、あがくっついた部分の音ですね。これがやですね。や、はい、ちょっと出してみてください。や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 。まあ、いの口構えをして、あって言ってもいいですね。や、どうぞ。や。ゆもそうですね。いの口構えをして、打って言ってみてください。ゆ。ゆ。ゆ。うも、よもそうね。いの口構えをして、おって言ったら、よ。よ。よ。ね。や、ゆ、よ。普通に出してみてください。やゆよ、こういう音です。日本語のや行の音はね、うん、だから英語の Y の音とは随分違いますよ。日本語のやの音はね、うん、一応このヘボン式ローマ字では Y って発音、表記するんですけどね、このや行の音発音させるときね、でも、ちょっと違うってことですね。はい、それでは3番どうぞ。次は、セイコさん。はい。セミオールトゥーダブリュー。The Japanese double is followed only by the ball A あですね。あわ is pronounced like わ without rounding the lips。 はい、このわの音もそうですね。英語と違います。英語の W ってどういうふうに発音します？例えば素晴らしいって何て言いますか？ワンダフル。ワンダフルっていう時は、口の動きはワンダフル、ね、ちょっと唇を丸めるような感じでワンダフル。そのワンダフルのワってことで私はって言ったらどうなりますか？私は私はになりますよね。私はじゃなくて、日本語のワの音っていうのは英語みたいに唇を丸めるのじゃなくて、ちょっとウとアを一緒にしたいの音ね。普通に私はって出してみてください。私はうとあが一緒になってるのね。わわ、こういう音です。これもうの口構えをしてあって言えばいいんですね。わ、どうぞ。わわわ、こういう音ですね。ということで、このや行の音とこのわの音はね、ちょうど母音と子音の中間ぐらいの音で母音化音って呼ばれてるんですけどね以上が、母音を教える時の注意ですね。こういうことを、念頭においてやってください。母音を指導する時ね。はい、それでは5ページいきましょう。今度は、はい、じゃあ4番どうぞ。次は、セブさんですか。Japanese consonants are usually followed by vowels and these consonants are pronounced more or less like those in English, but Japanese sound seems lighter than their English equivalents. Also, the English sounds 1 and V L and V L and V as in love andth as in this and things don't exist in Japanese.
English approximations can be used to pronounce Japanese consonants easily as follows. 今度はコンソナンツね、コンソナンツっていうのは日本語で何て言います？子音ね、子音。子音っていうのもやっぱりこれはね、訳語ですよ、英語のね、コンソナンツ。で、コンソナンツっていうのは皆さん CO とか CON がつく単語ってよく見かけるでしょ。英語で CO とか CON ってどういう意味があります？カンパニー。カンパニーとか、それから CO とか CON、 コーワーカーとかね。どういう意味ですかね、 CO っていうのはね。コミュニティもそうですよ。つながっている意味ですかね。こなんとかっていうね、コリーグとかね、仲間、なんかファミリーみたいな。そうですね、一緒って意味ですね、これね、一緒、一緒って意味があるんですね。コンバインって言うんでしょ、はい、コンバインね、あれもね、一緒にするってことですから、結合させるっていうのはね、一緒って意味があります。それからソナントっていうのはこれ音を出すっていう意味があるんですけどね、だから神経のはコンソナントですから一緒に音を出すってことですね。なんと一緒に音を出すんですか。もちろん子音は母音、日本語の場合はっきりしてますよね、母音と一緒に作られる音ですね、